はい、皆さんこんばんは。レッツゴー動画部部長の遠藤です。今日はこちら、遠藤が毎度上位になる理由ということでお伝えをしていきたいと思います。で、今回ね、遠藤が毎度上位になる理由っていうことなんですけども、何上位ってっていう人がいると思うので、ここからお伝えするとですね、先日の土曜日、遠藤は、ドランクアカデミーフェスっていうのがあるんですけども、こちらでですね、また聞きたい講師ランキング2位という形で、まあ、13人中2番を取れましたよっていうのがありました。で、これは講師の先生たちがですね、まあ、13人今回登壇したんですけども、まあ、この中で2番取れたよっていう話なんですが、実はですね、遠藤このダフっていうのに6回出場させていただいているんですが、これまでのですね、成績をちょっとまとめてみたところ、こんな感じですね。これまで第1回目に出場した時が、3位取れたんですよ。で、その後にまさかの急降落して6位になっちゃいました。で、その後1位3位1位で同場マッチっていうのがあったんで、まあダフではないんですけども、で1位を獲得して、この間先日の土曜日がまあ2位っていうことなんで、まあ、ここからここまでは3位を下回ってないので、まあ、上位と言ってもいいかなと思うんですけども、ちょ、気になりません？この6位から1位のここに何があったのか。これはね、れっきとした理由があるんですよ。1個のことを変えたら落ちなくなったんですよ。圧倒的にもうこれだけ変えたなっていうのが私の中であって、それをね、今日皆さんにお伝えしていこうと思います。その時に私が何をしたかっていうと、その時期ちょうどですね、アンディ道場っていうのに行きました。アンディ道場っていうのは、今回1位を取ったアンディ中村さん、私のまあ師匠にあたるんですけども、アンディ中村さんの道場ですね。お話の仕方を教えてくれるところで、あることを学びました。それがお話の型っていうものになります。でも、お話の型、まあ、6回授業があったんですけども、その中の一番最初の授業の時が一番まあ大事なことを教えてくださっておりまして、それは何かっていうと、これをですね、機に私は話の仕方を変えたんですよ。それはですね、特に気をつけてることがあります。まあ、ダフって10分のお話を自分の中でするんですけれども、この1個のことに気をつけ始めたら、もう3位を下回ることがなくなりましたよと。まあ、3位の時もちょっとしくじったなっていうのが自分の中であったんですけども、まあ、1位2位の時はまあまあこれできてたかなっていう感じに原稿を仕上げたんですよ。なんだと思います？みんな、遠藤が特に一番話をする時にもう最高に気をつけてること、これが分かるとですね、言ってしまうと、あなたも一番取れます。喋る人じゃなくても、あなたの商品売れますっていう究極のことがあるんですけども、それが何かなっていうと、こちら、自分の話したい話はしないです。どういうことですか、みたいな思う方がいると思うのですが、遠藤が最も気をつけてるのは、自分が話したい話はしないんですよ。話し終わった後に、ああもうちょっとなって思うぐらいの方が実はいい。で、これなんでかっていうと、すっごい大事な話をここからするんで、ここからがめちゃめちゃ大事なとこですよ。じゃあ何を話すのっていうと、まあ、お客さんが聞きたい話をしてあげてください。それから自分の体験談なんかを喋ってあげないと、あなたが喋る意味がないんですよ。それから、じゃあ具体的にそれはどういうふうにやったら私にもできるの？要は聞いてるお客さんにもできるかっていうのは、再現性のあるものに仕上げなきゃいけないんですけども、この3つを話した後に、一番最後にあなたが伝えたいことを初めて言っていいんですよ。だけど、私がね、その6位を取っちゃった時っていうのが何をしたかっていうと、
お客さんが聞きたい話じゃなかったんですよ。で、体験談は入ってた。で、どうやってやるのは入ってなかったんですよ。で、自分の一番伝えたいこと、要はこの4つの中の2個しか入ってなかったので、撃沈ですよ。私の中ではもうすごい良かったわ、私のやりたいことできたわって思ったら、お客さんの評価はですね、低かったんですよ。で、あれーと思って、で、アンディ道場行って考えた時に、あ、これ私のしたい話してたなってすごく反省をしまして、ダフにね出る時には、ダフのネタ見せ会っていうのがあるんですよ。で、その時に皆様からアドバイスをいただいて、みんなが遠藤から聞きたい話って何だろうっていうのをまずポイント決めて、で、体験談はね自分で持ってるじゃないですか。で、どうやってやるのは自分作ってあげなきゃいけないんですけど、作って、で、一番最後に、まあ、今回自分が一番伝えたい肝みたいなことをお伝えすることによって、そっからもう3位未満はないっていうことになりました。講師歴としては、まあ、動画を撮り始めたのが2年前ぐらいなんで、まあ、2年前って言ってしまえばそうなんですけども、その登壇回数とかしたら、もう他の講師の先生がね年間100本とかやってるうちに、私は何十本ぐらいしかやってないわけですよ。だから普通に考えたら勝てないので、じゃあどこで勝っていこうかなって考えた時に、型をしっかりやりましょうっていうことに着手したんですね。何話すかっていうと、お客さんが聞きたい話だよ。で、自分でしか話せない体験談、そしてそれは具体的にどうやってやったらみんなもできるのか、で、最後にあなたの伝えたいこと全部入れなきゃダメです。これが入ってないと、評価されないというか、お客さんが聞いてて面白くないですね。で、これをねちょっと分かりやすくこんな風に図にしてみたんですけども、話の流れとしては、まあ、お客さんが何を聞きたいのかなっていうのを一番最初に話さなきゃいけないんですよ。何を聞きたいと思っているか、興味を持ってもらう必要があって、で、それを話せる理由は何でですか、あなたでなきゃ、ダメな理由だよね。で、じゃあ具体的にどうしたらお客さんもできるんですかっていうのがを喋ってあげてから、最後にはメッセージというか、自分が一番今回伝えたかったことを伝えるっていうもの。だ、ここを伝えるパートっていうのは大体ね、最後の1分半とかぐらいしかないんですよ。だけど、どうしても自分の喋りたいことを喋っちゃう人って、ここの伝えたい部分とか、エピソード、体験の部分がすごく長くなっちゃって、聞きたいとか、お客さん聞きたい話かどうかがまず間違ってたり、どうしたらいいかっていうのが入ってないケースがすごい多いです。で、じゃあこれ原稿を作るときはどうしたらいいかっていうと、原稿を作るときは矢印逆になるんですよ。ごめんね、手がっちゃってて、伝えたいことが何かなって考えてから逆算するんですよ。長谷川隆さんの、ね、5分逆算仕事術ですよ。逆算して、こっちから伝えたいことがまず決まるじゃないですか。今回はこれを喋りたいって思ったときに、じゃあそれどうしたらいいかなとか、私のその人生の体験の中だったらどの経験をピックアップしようかな、で、お客さんは何て言ったらそれに興味を持ってくれるだろうっていう順番で考えると、原稿が非常に作りやすくなります。これできたらマジですごいです。もうね、大半の人ができてないので、できてないというか知らなかったりするんですよね。知らないだけだから作り方がわからないんだと思うんですけども、今日はねそんなことをお伝えしたいかなと思いました。これの意味がまず分かって、あとこれができるようになるまでにもまた時間かかるんですけども、まず分かっとかないといけないということで、今日はまずね分かっておこうっていうのをお伝えしたかったんでお伝えしました。これちょっとね難しいかもしれないんですけども、原稿の正しい作り方とか、お客様に評価をもらえる話の作り方です。これをこの大体10分ぐらいの動画だと思うんですけども、これを真面目に超やったらめちゃめちゃいい話できるんで、頑張ってほしいなと思います。で、実際にやり方わかんないっていう人がいたら、レッツゴー動画部ってですね、私が何を教えてるかっていうと、こういうことを教えてるよっていう感じになってます。動画で集客がしたい、編集がしたい、お話が上手くなりたいっていうことで、遠藤が担当してるのは、まあ、動画集客とこの上手くお話をしたいっていう喋り方とか原稿の作り方とか
を、まあ、主に担当してるんですけども、まあ、動画に特化はしてるんですけども、基本的に喋り方です。あとはまあそれに動画がねもうちょっと乗っかるんで、動画だったらよりどうするのっていうのが入ってくるんですけども、まあ、原稿が書けたらもう無敵です。まずあとは表現力とかになってきますが、原稿を作れないことにはですねお話ができないんですよ。自分の伝えたいことを伝えたいまんま伝えたらそれは伝わらない話になっちゃうので、ここ重要だよ。伝えたい話をどうお客さんが聞きたいと思う話に変換するかがもう原稿なんですよ。それができるかできないかがもう最大の分かれ目です。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。